南北間の間で、一種の平和協定に、近いようなものが発表されたということが、はい、言われております。ただこの平和協定、いわゆる停戦協定を廃止してやめてしまって平和協定に切り替えるとしているのは韓国なんですけれども、そもそもですね、韓国というのは停戦協定のに参加している国じゃないんですね。いわゆる、朝鮮戦争の休戦協定というのは、アメリカを中心とした国連軍と北朝鮮と中国人民軍義勇軍との協定であって、ここにおいて韓国は参加していないんです。ですからこの休戦協定を廃止する権利は実は韓国にないんですね。そのために韓国と北朝鮮との間で、今後、韓国と北朝鮮、南北にプラスアルファアメリカを加えた形で話し合いを行うか、南北とアメリカと中国を加えた4カ国での話し合いを行うか考えていきたいという声明が出されたわけですね。でこの時にですね、日本のメディア何を考えているか、日本が相手されていないとか、日本が除外されているなんて大騒ぎしましたけれども、いや、そもそも休戦協定に参加しているのは、北朝鮮ですね、中国人民軍の一部、そしてアメリカを中心とした国連軍であって、ここに日本は関わっていないわけですから、この休戦協定や平和協定に対して日本は関与することができないんです。そもそも権利がないから。なのでこのことをもって日本がどうこうされているという報道自体がかなり間違っていたと言えるわけですね。そしてその後ですね、韓国と日本とアメリカとの間で電話会談が開かれまして、拉致問題を含めた南北問題に対してアメリカと日本が共同して話し合いを進めていくとしているわけ で、これがですね、問題となるのが、どちらも言っているのが韓国ソースで、韓国がそれぞれ都合がいいことをこれまでも言ってきているので、本当にどこまで相手が言っているかがわからない。報道を見る限り全部韓国ソースなんですね、はい、北朝鮮が直接発表していること以外の部分は韓国がこう言った、韓国の情報筋によると。そして、それ以外の側面においても韓国ソースが中心に日本国内で発表されていて、それがどこまで本当なのか、ここに大きな問題があると思うんです。そして、中国としてもこの南北、北朝鮮と南北問題に何とか関与しないとですね、中国のメンツが立たない。北朝鮮と事実上の軍事同盟があるのは中国だけなんですね。中国人民軍ではなく義勇軍ということで、イレギュラーな形であるけれども、中国と北朝鮮は同盟関係にある。この問題をどうするかっていうのも一つの大きなポイントになります。でアメリカはですね、状況次第によっては在韓米軍撤退をしてもいいと言い始めているわけですね。で韓国側はこれまでアメリカに対して戦時作戦統制権、戦争の時に、コントロールする権利とを韓国に返せと言っていて、当然それ戦時作戦統制権を返すイコール在韓米軍撤退が、将来的な在韓米軍撤退が視野に入っていたと。そういう状況の中で、もう返してもいいと言っていると。でこのアメリカ側の思惑は何なんだろうかっていうのをまず考えていきましょうということになるわけです。アメリカとしてはですね、信頼できない韓国を身内に置いとき続けるのかということが一つの大きなポイントになってきたわけです。でこれまではですね、いわゆる勝共の壁、反共の壁という形で韓国をアメリカの属国、同盟国の一部として置いとくことによって、ユーラシア半島との間で壁を作ってきたということなんですけれども、この壁になる韓国そのものが信用できない存在となったときに、あえて仲間に入れとくの方がいいのか、それとも完全に切り離してしまって敵だと認識した上で行動していったらいいのか、これがアメリカ国内でもかなりぶれてきたと。これまでは、10年ぐらい前まではですね、韓国は必ず同盟国でここにアメリカの権益を置き続けるべきだという意見が強かったんですが、ノムギョン政権以降アメリカの当局筋も随分変わってきたんですね。でアメリカの軍事費削減の中で、当然アジア戦略の大きな変更が行われていて、
その中に、韓国の在韓米軍撤退もメニューの中にもすでに入っているという状況になっているわけです。でその代わりアメリカとしてはボルトンを中心に防衛ラインを下げなくてはいけないということになりますから、日本側にイージス・アシアを作って台湾との国交回復に向けて動き出して、そしてフィリピンに対して新しい軍事基地を作ると、アメリカ軍が主導する形でフィリピン軍基地を作ると、米軍基地を作るという動きを始めているわけですね。そして、この北朝鮮の南北首脳会談の後に行われるのが、米朝首脳会談ということになるわけですが、この米朝首脳会談が本当に融和的に解決するかどうかは分からないというアメリカがもうすでに発表している。アメリカが何らかの合意を取られなかった場合は即時軍事オプションもあり得ると、もうすでに日本政府関係者とかに通告してきているという状況になっています。でこれに日程を合わせる形でアメリカはですね、病院船という何千人収容できる病院船を日本に寄港させ、そして、イギリス軍は日本海において臨検、いわゆる北朝鮮の貨物船とかが入らないように臨検作業に加わるともしておりまして、あとフランス軍も、南シナ海まで出てきており、オーストラリア軍も南シナ海にまで出てきている、場合によったらインド軍まで南シナ海周辺まで上がってくるという状況の中で、北を軍事的に封鎖しつつアメリカは交渉を進めていくと。で北朝鮮に選ぶ選択肢というのはもう二択になっておりまして、自ら全ての核とミサイルを破棄する、またはそれに応じないのであればアメリカとしてはミサイルと核の基地を徹底的に爆撃して壊してしまう、なくすというこの二択しかないよという、メニューを北朝鮮側に提示していると。で北朝鮮としてはそれをされたくないもんですから、韓国に寄っていったり中国に寄っていく形でなんとか融和を引き出そうとしている。そして、アメリカが言っているのは段階的処置は認めない、つまり一度に核とミサイル開発をやめると、少なくともいうことを開発で、やめるだけではなくて撤廃すると、完全に核とミサイルをなくすのであればアメリカは交渉に応じると言って、ところが北朝鮮としてはそれは絶対にしたくないところで、もしそれをしたらですね、北朝鮮の国家の存続というか国家的価値がなくなってしまうということになるわけですから、やりたくないと。で中国としてはどちらでもいいような状況になっており、アメリカと中国は中国としてはアメリカと今ことを構えたくないと。でアメリカ側としては中国を今潰すのにはいいチャンスだと見ている側面もあると。このまま中国が軍事的拡大を続けていきますと、10年も経つとアメリカ当局でも手に負えない状況になってくる可能性がある。つまり今であれば中国をアメリカとしては潰すことができる。ですからそのような微妙なバランスの中で細かいパズルが今組み上がってきておりまして、一つ一つのシナリオ、それぞれの持っている考えている思惑の違いの中で、世界情勢が動きつつあるというのが今の状況ということになってくるんでしょう。一部メディアなどでは北朝鮮南北融和みたいなですね、幸せムードいっぱいなんですが、その裏にはアメリカと北朝鮮との今後の対話、そして中国としてはですね、北朝鮮問題が解決した場合必ず次に南シナ海問題へ、ステージが移ってくるのは分かってるわけですから、もう朝鮮半島の問題が片付けば当然次アメリカが要求してくるのは南シナ海の人工島問題になるわけで、そして軍拡をどうやって止めるかという話になってくるわけで、それをどうしても中国としては避けたい側面もあるんだと思います、ね、なんていうか韓国の大統領は一体どうしたいんでしょうね、本音では。わかりません。ただね、唯一ね、平和的な解決策があるんですよ。ほう。これですね、ドイツ方式で、ベルリンの壁方式でですね、周辺国の協力を得ずにですね、ある日突然38度線をお互いに壊しちゃうっていうんです、うん、壊しちゃう。で南北自由に行き来できるようにする。これ止めようがないですから、うん、他の国、うん、で他の国ができるのは国境を封鎖して、違法な難民って、うん、違法な難民等がやってこないようにすることが手一杯で、うん、
韓国の国民はたまったもんじゃないでしょうね。そうですよね。向こうから流れるの絶対多いですもんね。彼らって考えてみてください。彼らは同じ国の国民だって、同一の同じ民族だって、統一が夢だって、民族の夢だって言ってるんですよ。うん、夢が成立するんで何の問題もないじゃないですか。混乱するでしょうね。まあ見えてますね。まあ混乱するんでしょうけど、ただ問題はその形態だと、核とミサイルがそのまま韓国側に渡ってしまう可能性があるんですね。うん、そうです。というか、まあ朝鮮半島ですね。朝鮮半島が一国になるわけですから、でこれはアメリカとしては避けたいでしょうから、もしそれをするんだったら自発的核とミサイル放棄をするか、しないのであればいわゆる核とミサイル拠点、攻撃の拠点だけをですね、完全に絨毯爆撃で壊してしまって、その後勝手にしてくださいっていう形になるんだと思います。でアメリカ側、アメリカ軍っていうか在韓米軍の武器もですね、韓国軍の武器もアメリカがデータリンクっていう、あの GPS とかですね、レーダーのレーダー元のリンク、リンキングですね、このシステムを切ってしまえば無効化できるんで、韓国軍の持ってる兵器も自国開発以外のものは何の効果も持たないんで、日本としてもそれほど脅威にはならないんですよね。アメリカにサイバー攻撃できますよね。サイバー攻撃というか、もうあのアメリカが韓国に売ってるシステムはアメリカ軍との、アメリカ軍のデータとのリンクがないと動かないようなシステムですから、当然これを切られてしまうと、あの武力は無効化するということになると思います。まあ、在韓米軍がね、その撤退っていう話もね、はい、まあ、あり得るということですけれども、はい、これ韓国の大統領は本気でこれなくなってもいいと思ってるんですかね。いや、わかんない。そうなるとですよ、まあ、当然中国とか北朝鮮の影響にこう飲み込まれていくんでしょうけれども、韓国は、うん、そうですね。そうなると本当は日本列島は最前線になるのかなと、たまったもんじゃない気もするす、ね、うん、だからアチソンラインまでラインが落ちてくるっていうことですよね、あの昔で言う、うん、だからそれを避ける方法があればいいんですけれども、うん、だからといっていつ寝返るかわからない、ね、まあね、味方を半島に置いといても寝返られた方が怖いですからね、突然、うん、だからそういう面においても諦めるしかない。だからイージス・アショアを日本は導入するとかですね、集団的自衛権を行使してですね、あとあのイギリスとのですね、あの一種の軍事同盟ともいえる声明を出して、フランス軍との連携、 NATO 軍との連携も深めていって、いわゆる日本海に見えない壁を作っていくという作業。